あの、多分、メガネ型の、いわゆるディスプレイっていうのがよく言われてますよね。このメガネ型のディスプレイっていうのは、何ができるのかっていうと、見たい現実を見るようになると思うんですね。た例えば、えー、僕らの周りの世界っていうのはすべて、まあ、いわゆる映像、3次元映像でできてるんですけど、これは脳が処理するときに疲れるんですね。 で、この脳が処理するものが疲れるから、これを二次元のですね、その漫画みたいな、もしくは、線画みたいなアニメーションで表現してくれたら、脳がすごい負担が楽になって、その分自分の他のことに使える要領が空くっていう考え方があるのですね。僕は VR ゴーグルというのの使い道は、例えば映画とかを何とかしながら見るとかですね、電車に乗りながら見るということではなくて、現実の上の被せ物として、いわゆる全てが着ぐるみで、全てがセットでできている世界を見たもののために使うんじゃないかと 持ってるんですけど。